ブレンバイザーとは、絶滅したドイツ原産の狩猟用、闘牛用の犬種である。ボクサーとグレートデーンの先祖である。ブレンバイザーは元からドイツに土着していた、狩猟用犬種で、およそ14世紀から存在していたことが、確認されている。はじめは、犬種ではなく、名もなかったが、力強くて体力が多いため、大型獣の狩猟のために犬種として固定された。 狩猟のは数頭でブレンバイザーのパックを構成し、獲物を探させて飛びつかせて紙止めすることで獲物を動けなくしておき、駆けつけた主人が銃でとどめを刺す方法で行われていた。闘牛のブームがドイツにも起こると、ブレンバイザーの狩猟方法が闘牛に最適だったため、引っ張りだこになった。それによりこの剣種を狩猟で使わない人たちにも知られるようになり、 ブレンバイザーの名を与えられた。ちなみにこの名は、お牛を噛む犬を意味している。この犬種をさらに闘牛犬用に改良したものは、ブラバンダーと呼ばれ、それは後にオールドイングリッシュブルドッグなどと掛け合わされて、ボクサーへと姿を変えた。しかし、ブレンバイザーは19世紀初めに、ボクサーと引き換わるように絶滅した。マズルは、やや短く、先が平らである。全身が、 筋肉の塊で首も太く短い。そのため無名時代にハムのような犬と呼ばれることもあった。しかしそう呼ばれていた割には足が長く元々猟犬として使われていた名残が残っている。垂れ耳、飾り毛のある垂れ尾だが耳は段耳して立たせ尾は短く段をされることもあった。毛はスムースコートで毛色はホーン、グレー。 グリンドルなどでマズルが黒いものもいた。また、顎の強さは折り紙付きで15世紀頃に起こったブレンバイザーに噛まれて足が折れて出血多量で死んだ漁師もいたという話もある。ブラバンダートはブレンバイザーを闘牛犬として改良し別の犬種にしたものである。愛称でボクサーとも呼ばれていた。サイズは小型化されて中型犬となり、 死死も短くなり、マズルは潰れている。ブラバンダーは、ブレンバイザーより俊足であると言われているが、証拠はない。顎の力は、ブレンバイザーの方が強かったようである。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。